マイケル・ジャクソンのですね、僕大好きな曲で、あのマイケル・ジャクソンのミュージック&ミーっていう曲があるんですよ。それを、やってみようかなっていうことになってやって、今日初めてあのこのバンドでやるんですよね。でマイケル・ジャクソン子供の時作った曲ですから、なんかいろいろこうものすごい短いんですよ。なんかいろんなとこが変で、ちょっと普通にいい曲なんですけど、それでこれ変だよって直したりして、もう散々マイケル感想ねえじゃんっつって感想作ったりしてマイケルが聞いたら怒るよね。好きな曲なのにね、うん、好きな曲なのに蹂躙してしまいましたね。ミュージックアンドミーという曲をやってよ。はい、エリム聴いちゃうよ。お願いします。三浦淳もね、山田五郎もね、来いよ